皆様こんばんは。おうちのインスタライブ始めていきます。よろしくお願いします。今日のテーマね、眉毛ってことで、みんな楽しみじゃないですか、きっとね。あ、9月号もう予約しましたって、ありがとうございます。お待たせしました。やっと、ごめんね、なんとなく全然お願いします。お願いします。よかった、よかったです。なんかね、押してたんだけれども、うんうんうん、届いてなかったようで、うん、ごめんなさい、私が見つけられなかったのかも、ね、すいません。お待たせしました。みんなと交流してました。そしてたくさんの方がいらしてます。永井さん、永井さんこんばんは。こんばんは、永井です。はい、お願いします。まあ、ということで始めてまいりますよ。はい、皆様大変お待たせいたしました。今日もぼうちのインスタライブを始めてまいります。私はぼうちウェブサイト編集長の三好彩香です。よろしくお願いします。そして今日のゲストは、はい、すごい華やかなお召し物で、またさらに素敵ですけれども、私もネイルも今日は全部ジルで、ジルメイクで、はい、ヘアメイクの永井香織です。よろしくお願いします。永井さん、よろしくお願いします。永井さん、いつも綺麗だですよね。今日はね、ちょっと持ってきました。ジル仕様の森なんですよね。そう、ジルのコスメってほら香りもすごいいいから、うもうすごいね、自分がいい香りがして嬉しい。わかります、ね、ハッピーになりますよ ね、上がるよね、本当なんです。ということで、大人気ヘアメイクアップアーティストの永井香織さんと一緒にお届けしていきます。はい、最初に注意事項を申し上げます。本日も新型コロナウイルス感染対策として、私と永井さんは別々の場所から2画面で分かれてお届けしてまいります。安全な運営ですので、どうぞご安心ください。そして、ご覧いただいている皆様は、音量を聞きやすい大きさまで上げていただきまして、そしてモニターも見やすい明るさまでできるだけ上げていただけますと、より良い環境でご視聴いただけますので、調節しながら見てくださいね。はい、そして、ですね、今日はテーマなんですけれども、皆さんね、もうずっと楽しみにしてるというコメントが来ていますけれども、固定でコメントもありますが、ジェルスチュアートの眉レッスン、新作アイブローで理想のふんわり眉に、やったーということで、眉毛レッスンを、ね、楽しみ、そうなんですよ、うん、やっていきますよ。はい、で、しかも今日ちょっと豪華なんですけれども、2部構成でお届けするインスタライブになっています。で、はい、第1部は永井さんと一緒にジル・スチュアートの新作アイブロウを紹介しながら、どうやって使うのとか、永井さん的なおすすめポイントみたいなものを聞いていきたいなと思っています。はい、そして第2部では、なんとジル・スチュアートのですね、メイクアップスペシャリストという、またね、すごい美人さんがいらっしゃるんですよ。すごいか、うん、素敵だ、ね、うんうん、そうなんですよ。そのメイクアップスペシャリストの方に、ジルの店頭で実際に受けられるという眉レッスンの内容をご紹介していただくという流れになっています。はい、多分ね、皆様もじゃんじゃんお悩みと質問が寄せられているので、できる限りコメントをお答えできるようにはなと思っていますけれども、どしどしね、コメント質問などはお寄せいただければなと思っております。はい、待ってます。で、ライブの最後にはなんとスペシャルなプレゼントもあるんですよ。なので、プレゼントの内容と応募方法は一番最後にお知らせいたしますので、どうぞ最後までご視聴ください。よろしくお願いいたします。はい、さあ早速なんですけれども、はい、まあもうね、ほんとみんなふんわり眉になりたい、メイクの一番の悩みとかいうコメント来てますけど、わかりますよ。やっぱね、眉毛はもともと悩みが深い。私もあれこれあれこれ試行錯誤してまだわからないなと思うことがいっぱいあるし、あと特に今マスクしてると、ね、なんて眉毛って目立つんでしょうって思ってて。本当だよね。マスクになっちゃって、最初すごいアイメイクが気になったじゃないですか。なりました。で、盛りました。ね、で目をどうしようと思ったら、うん、今度なんかすごい眉毛が気になってきちゃったよね。なんなのこれ。みんな同じ現象かなと思うんですけれども、うん、まあ三好さんもおっしゃってたように、本当に、なんだろう、いつの時もというか時代を問わず、うん、多分お悩、うん、私のところに寄せられるお悩みも、うん、ダントツナンバーワンが眉。それは今も昔も変わらないし、世代も関係なく、うんうん、やっぱりね、一番にみんな眉のことを悩んでるよね。あ、そうですよね、うん、やっぱり本当に人それぞれ全く違うし、本当に自分と同じっていうところが、うん、
人と重ならない気質もそうだし、うん、形も生え方もそのポジションだったり、やっぱり同じ人が一人もいないということで、うん、本当にその、まあ、難しいと言われる眉なんだよね。それがまたマスクになったことですごい自分の中でよりこうフォーカスされちゃって、うん、なんか気になって仕方ないっていう人多いと思います。そうですよね、うん、眉で顔の印象変わりますよねってコメントもありますけど、本当に変わりますし、うん、マスク時代だからこそよりね強調されたりとか自分の目にも入ってきて気になると、うん、いうことが多いんじゃないかなと思うんですけれども、そんなね方におすすめしたいのが実は本日発売なんです。7月2日本日発売になりましたジルスチュアートのアイブロウアイテムになります。でちょっといろいろあるんですけど、はい、一個ずつ見せていきますよ。ほんと可愛いからもう。ほんと可愛いんだけど、一気には持てないんだけど。うん、まずはですね。で、こちらです。ちょっと2個しか、あ、落ちました。大丈夫？あ、ごめんなさい。ブラシがね。もちもちしてごめんなさい。これがね、私の方でフォローすると、これが入ってて、うん。そう。もう、これ見てよ、この、ほら。プチってやって、長くなるのよ。これで書くんです、皆さん。すご。これが入ってます。下に入ってます。でこの子がジルスチュアートニュアンスブローパレット4種類あります。このブラウンっぽいの、ピンクっぽいの、それからこちらの、これも取りますよ、落としちゃうからね、オレンジっぽいのと、うん、オレンジとこのパープルだよね、パープルさんという4色があります。こちらがジルスチュアートニュアンスブローパレットなんですね。これが私今日ピンクで描いてみた。あ、ピンクなんですね。うん、ピンクです。私はね、今日一番スタンダードなこの01のブラウンを使っています。うん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 、素敵。はい。という、まあ、パレットが一番メインの商品になってます。はい。これすごいですよね。あのね、ツールは本当に眉だからみんな難しいっておっしゃってるの、実はツールもすごい大事で、うん、あのね、小さいもので描くと本当にね、あの、うん、やっぱりね、うまくいかないのね。だから、あの、お直しとかはいいんですけれども、できればお家で、あの、本当にファーストタッチ、最初描くときは、長めのものがいいなって私は結構推奨してて、うん、これほら、長くなるから、あの、安定して力が入りすぎない。なるほど。短いとね、すっごい力入っちゃうの。あの、長くなるだけで、あの、脱力できるので、やっぱりふわっとするんだよね。だから、の時点でね、多分結構うまくいく。あ、なるほどね。そこがポイントだったんですね。うん、私はそう思ってます。すごいなと思いました。へぇー。あ、お値段はですね、3520円です。で、この、今ね、永井さん説明してくれた、このパタンとなるやつが、ここに。セットだよ、セット。入ってるよ。パタンと入っております。今、落としちゃっただけですよ。こうなってます。で、ここがシャキーンとこうですね、ちょっとスライドで、あります蓋が。シャキーンとなって、ここに鏡が。だからこうやってかけちゃう。こうやってシャキーンってして鏡見ながらこれシャキーンって伸ばしてっていう。すごいよね。すごいすごいでしょ。すごいんですよ。すごいよ。すごい。そうなんです。というのもありますし、実はまだ他にもありましてですね。ジルスチュアートムースブローマスカラというアイブローマスカラも3色。これもめちゃめちゃいいです。2420円。いろんな色があります。カラーがね、ほんとかわいい。あの、全部そのロージーニュアンス、少しピンクやパープルがかった、かわいらしい色なんだけど、かわいすぎないんですよ。なんかね、立体感も出てくるし、なんかキリッとした感じも出たり、すごくスイートな感じも出たり、うん、もうね、本当にね、一色じゃ無理。何色も欲しいって感じ。欲しいですよね。確かに。何色かあるといいですね。なんかちょっとみんな、もしかして色知りたいかなと思って、今、うんうんうん、マスカラを今腕に出してみたりなどしてみました。ありがとうございます。080910番。うん。で、08がピンク、09の真ん中テラコッタオレンジ、10番がモーブパープル。かわいい。かわいいぞ。そうなの。あのね、柔らかい、液体がね、柔らかいから、今肌から浮かないですかっていう、あの、質問が来てるんだけれども、うん、結構眉マスカラって私はその液体のその粘度っていうか、あの、うん、まあ、水っぽさだったり硬さだったり、その辺のテクスチャーすごく影響すると思ってて、はい、本当にね、あの、程よい、あの、質感です。だから、うん、あの、そう。硬すぎたり重すぎたりするとね、浮いちゃうんだよね。うんうんうん、溶け込むよ。本当にふわっと毛が、あの、穏やかに染まります。
かわいい。かわいい。かわいいですよね。私はね、はい、ピンクにピンクを合わせてるんだけれども、はい、同系で合わせなくとも、うん、その、 あのレイヤードを変えてピンクにパープル合わせたりとか、なんかその辺いろいろ合わせを変えてもまたね見え方違ってくるんで、だからね一色じゃ無理なの、いろいろ楽しみたい。そっか、なんかやっぱどうしても眉毛のって形もそうだけど、アイテムもなんか固定で同じもの毎日使っちゃったりすることって多いと思うんですけど、はい、アイシャドウとか、 なんかアイメイクと同じ気持ちですね。もうまさにそれで、うん、やっぱりこの、 あのジルのこの今回のコレクション、アイブロウの、ね、うん、コレクションを見た時に、あ、やっぱりもうこういうことだよねって私は、まあ、形をきちんと捉えたいとか髪色に合わせなくてはいけないとか、うん、なんかいろいろこうお悩みとこう一緒に考えてしまいがちだけれども、言って、はい、でも美容師さんが言ったようにもうカラーメイクの、パーツなんですよ。カラーメイクというかポイントメイクのパーツ、だから今日どういう雰囲気になりたいって考えた時にアイシャドウとかリップ選ぶじゃないですか、はい、眉もねそういう感じでもう選んでいく時代に、突入っていうことをもうなんか発表してくれた感じがする。あ、今回ジェルさんのね、うん、このアイテムが今日宣言してるんですね。宣言してるし、多分これに今後全部世の中のそういうアイブロウ業界が私はついていくっていうふうに思ってます。多分ね、そういう流れになってくると思う。そんなに、うん、なりたい雰囲気や気分でやっぱり今までもそういう提案ってあったかもしれないけど、うんうん、でもやっぱりみんなさ、なんか形がとか左右対称でとか、うん、そのお悩みありきでアイブロウに向き合ってたけど、うん、ちょっとねやっぱ違ってくると思う。もっとねなりたい雰囲気のポイント目。なるほどね。絶対そっち。髪色に合わせるっていうのも、まあ、本当に基本のセオリーだったかもしれないけど、うんうん、一回それね、忘れちゃっていいと思う。今、多くのメイクアップアーティストがそういうふうに考えて提唱し始めてるなって、私も、見て取れるなと思ってますよ。すごい。だからその、最先端のその、アイブロウメイク、新しい考え方っていうものが、まさにこのね、ジルさんのアイテムは、先陣を切ってると言えるということですね。そうです。はい。身を任せてほしいなって思う。この製品とともに、あ、こういうことかってわかるし、髪色とかが気になるっていうのも、やっぱりちょっと製品を使ってみたときに、ね、違った気持ちになるよ。あ、こういうことかって思う。この眉かわいいとか、この色好きやろうっていうふうになる。なるほどね。リップと一緒なの。うん、チークとかと一緒。なんか今髪色にね、自分の髪の毛の色合わせてどんな色がいいかって質問みたいなのもありましたけど、まず、使ってみたいものとかっていうのを自由に選んじゃっていいってことですよね。そうそう。要は私も髪色に合わせてリップ選んでないですもん。でしょ。うん、なりたい雰囲気。今日私は自分の、うん、雰囲気で、私はちょっとこういうね、なんかレディーな感じ、うん、ちょっと可愛らしく、うん、華やかさとかもあったから、眉をピンクにしてとか、ちょっと甘さをどこかに入れたいなって思う、そういうセレクトだったし、全然髪の色とかはそう気にしていない。くって、美容師さんちょうどね、ボーチェの紙面で、うん、うんうん、これこれ、ありますよ、あります。ボーチェね、8月号今ベストコスメ号発売中でございますけれども、もしね8月号お買い求めいただいたという方いましたら、はい、22ページをどうぞご覧くださいませ。詳細がございます。はい、これね、はい、どうぞご解説を。私がそう担当させていただいた4人のモデルさんを本当にこのジルの新しいアイブロウで全く違う雰囲気 の、 4人 の、 雰囲気を楽しんでもらえるようになっているの。すごくスイートな雰囲気からめちゃめちゃシャープな感じだったり、この全部、ね、そう、うん、ロージーニュアンスで、おこちらはシャープな感じ、ここいい、うん、そう。でこれっていうのが髪色、モデルさんの髪色とか私何にも気にしてなくって、やっぱり持っていきたい雰囲気、うんうん、なりたい雰囲気、うん、作りたいその像に向かってカラーをセレクトしたり使っているわけですよ、うん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 、だからみんなもそれと同じで今日どういう風にしたいっていう感じで選んでもらうといいと思うんだけど、難しい、難しい、考えないでほしい、ね、なんかお悩み軸じゃなくって、そういうなりたい印象とか自分がなりたい色とかっていう風に考えると、なんかちょっと一つ吹っ切れた感じはします、私は、うん、ましてやね、うん、マスクだからもう、うん、楽しんで、まあ、本当ちょっと実験のつもりでね、うん、一回ちょっと試してみてほしい、こういうことかっていう風に思うし、お悩み軸じゃない、でもやっぱり毛がないかもとか細いかも、うん、いろいろあると思うよ、うんうん、でもね一回ちょっと
騙されたと思って。騙されたと思って。ミュージックから離れて、目指したい雰囲気別でセレクトしてみてほしい。うん。うん、いいですね。みんなならできると思う。みんなならできると思うって長谷さんに言われたらできる気がするね、みんな。大丈夫、大丈夫。で、ベースは自分の生えている形とか、ね、そのまあ、生えている状態に補っていくための、まあ、そのツールなわけだからね、うん。もちろん形とかそういうところは操作できるわけだから。うん。もうね、カラー眉は、来ます。残念ながらもう始まっております。残念ながらもう始まっている。はい、なので、やろう。皆様、本日から眉毛は新しい時代に入りました。ジルスチュアートと共に。思ってるほど難しくないからね。大丈夫、うん、でご紹介したいと思います。今こちらのね、ニュアンスブローパレット4種類、そしてムースブローマスカラがご紹介しましたけれども、それ以外にも、あります。ちょっとねこのマスカラで似てるんですけど、少しピンクニュアンスのこちらが、グロッシーブローマスカラというピンクパール入りのクリアカラーの人もいます。でもこれもめっちゃ可愛いですね。これがねちょっとね、そうなの、あまり、類似する商品がね、他にないなって私は思ってます。うん。うん。ちょっとね、ピンクパールキラキラっとしたり、ツヤと立体感出しながら、なんとなくそのカラーニュアンスではないんだけれども、うん、ほのかにやっぱロージーなのね。うん。だからね、毛流れ作りたい方とか、普段のブラウン眉にそれだけちょっとピンクっぽ足すって感じでも、うん、さりげないカラーニュアンスで可愛いと思う。可愛いですよね。これもすごい私も好き。そしてね、あとまだあります。こちら。これペンシルですね。はい、こちらがジルスチャートエアリーステイブローライナー3色というのも、はい、同じように今日発売になっています。さらに、この人。嵐さんも登場します。ね、こんな感じです。ジルスチャートアブローブラシ2200円も、発売になりました。ということで、うん、盛りだくさん眉毛のアイテムをすごいよね。されてて、うん、ペンシルもねすっごいね描きやすいし、あえてなんだろう、カラー眉をちょっと作ってみて、最後の整えとか、それこそ最後にお悩みに向き合う、ちょっとないところを足そうとか、形のことを考える、まず色に専念して色変えてみて、うん、最後に気になる形だったりとか持っていきたい、そのデザインっていうところに着手するっていうのもありかもしれなくって、もうほんと自由にやってほしい。いやなんかね、永井さんに言われたらできる気がしますってさっきコメントでもありましたけれども、その自由にね眉毛を楽しんでっていうのは、うん、なんかすごい今日響きました。そうですね、なんかそれで逆に難しく考えるのではなく、本当に解放されてほしいし、うん、マスクだからってすごくその細密にね、精密に眉毛を、うん、作らなくてはいけない、目立つからっていうことではないと思うんですよ、うん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 、そういったカラーチェンジをすることで大胆な華やかさがある程度こう見て取れれば、それで雰囲気が仕上がるから、うん、逆にその精密である必要はないんじゃないかなって私は思うんです、眉毛に対して。なるほどね、雰囲気をまずね優先して作って、雰囲気で勝つ、そう、雰囲気で勝つ、いいですね。そう、いいですね、その精密さで競わない雰囲気で勝つってことの方がいいと思うから。なるほど、はい。ありがとうございます。ごめん、喋りすぎちゃった、また。全然です。私、まだまだ話したいんですけれども、今日ね、永井さんの眉毛宣言を聞いて、みんな、がぜん新しいチャレンジをしたくなったんじゃないですか？どうかな、みんな。あ、雰囲気で勝つって燃えてます。ありがとうございます。今日は宣言をしに来ましたので、私。はい、眉毛宣言、みんな一緒に宣言していきましょうね。はい。ありがとうございます。ということで、まだまだずっと永久に眉毛トークをしていたいところではあるんですけれども、はい、ここらでですね、永井さんは、最後となりまして、第一部が終了となります。はい。宣言をしたのでも安心して、はい、はい、失礼します。最後に何か宣言に付け加えたいことがありましたので、ぜひおっしゃっていただいて、第二部にスイッチしてまいりましょう。うん、大丈夫、大丈夫。でも、うん、本当に、ちょっと本当に流れ変わってきてますのでね、アイブロウがね。うんうん、雰囲気で勝つだと思ってるし、カラーはもうねやっぱりやっていきましょう。もう本当にポイントメイクだと思ってください、うん、大丈夫だからね、はい、ね、よろしく、大丈夫だからねって言われたから頑張ろう、やろうやろう、うん、はい、ということで第1部ここまでとなります。永、はい、井さんありがとうございました。ありがとうございます。素敵な話でした。ありがとうございます。この後も楽しんでね。はい、バイバイ。さあ
ということで皆様名残惜しい気持ちは、たくさんありますけれども、こちらから、第2部をスタートしていきたいと思います。第2部は、眉レッスンとなっております。エイジレスチャートのメイクアップスペシャリストの久米さんをお呼びしましょう。久米さん、皆さんこんばんは。こんばんは、久米さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。メイクアップスペシャリストの久米と申します。メイクアップスペシャリストって何を、ジルで何をしている人なのか、ぜひ説明をいただけますか。そうですね、私は普段全国店舗に入店しまして、お客様のメイクのお悩みをパーソナルに、提案してお悩みを解決したりすることがメインですね。久米さんって言ってるファンがいます。ありがとうございます。カウンターにいつもいらっしゃるわけじゃなくってってことですよね。はい、そうですね、うん。なんか先ほど伺ったら、ジルの BA さん、美容部員さんっていうのが約300人くらいいらっしゃるそうなんですけど、このメイクアップスペシャリストっていうお名前を持っているのは、たった5人しかいないらしいんです。なので、ジルのメイクさんの中のトップオブザトップにいらっしゃる方で合ってますか？ありがとうございます。すごい。久米さんファンが押し寄せてます。あ、やばい、久米さん人気がすごい。ありがとうございます。あ、大阪の方かな、ありがとう。関西の久米さんのメールかわいい、かわいい。久米さんコーナーが盛り上がっております。さあ、眉レッスンに入っていきますけれども、先ほどね、永井さんと一緒に、本日発売になったジルの新作アイブロウをいろいろご紹介していきました。で、このアイブロウを使いまして、ロージー眉の作り方というのを教えていただきたいなと思っております。ぜひよろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いいたします。すごい、愛媛から見てます。すごい、あ、久米さん全国つつうらうらパンダ、ありがとうございます。すごい、そんな方に私教えていただけるなんて、なんてありがたい日でしょう。よろしくお願いいたします。神戸来てくださいって、はい、あ、全国ツアーですね。もうこれは呼ばれてますね。やっぱり店頭に立ってると、そのアイブロウの悩みっていうのはもともとすごく多かったんですけれども、うんうん、マスクメイクになってからはすごく眉で悩まれる方が多いので、今回のアイブロウ発売を機に、ちょっと皆さんでアイブロウのメイク楽しんでいただけるように、ダイヤモンドヒルズなどのハウトゥーも考案させていただきましたので、ぜひ一緒にやっていただけたらなというふうに思います。うん、そうなんです。そのメイクアップスペシャリストの久米さんは、この後私がいろいろ教えてもらいますけれども、そのハウトゥーだったりとか、眉毛の描き方のその比率みたいなのを、さっきダイヤモンド比率とおっしゃってましたけれども、それもね、全部開発されてるっていうすごい人なんですね。豊中から見てます。札幌来てください。大変です。引っ張りだこです。札幌も行きたいですね。はい、さあ、ということで、普段はね、店舗でお客様にアイブロウレッスンをされたりとか、そういったハウツのメソッドを開発されたりしているという久米さんなんですけれども、今日はですね、私の眉毛をどうにかしていただくということで、はい、まず私落としますね。はい、クレンジングを、はい、頭眉だけお願いいたします。こっち行きますね。あ、そっちでよろしくお願いします。今日は01番のパウダーのみで私は描いて仕上げています。はい。ちなみに三好さんはアイブロウでお悩みとかってあったりされますか？すっごいあります。いっぱいあります。まず一つはですね、私いわゆる、アムラー世代といいますか、アラフォーなのでですね、アムロちゃんが全盛期だったわけでしてですね、この舌はだいぶ抜きましたので、すいません、お前が流行ってましたもんね。はい、すいません。そして角度が結構ついてるんですよ、私。なのでどうしても自分の眉毛化しで描くと、なんかこう怖そうとかきつそうとか言われるんですね、よく。なので、できるだけこう優しくしたいと思って日々やってるんですけど、どうもうまくいかないので助けてください。眉毛がない。そうですよ、今こっち落としましたよ。でも取った状態でもすごい綺麗に生えてるので。本当ですか？描きやすそうですね。本当だったらね、きちんと整えた方がいいんでしょうけど、今ちょっとクレンジングがついているので、一旦ちょっとパウダーファンデだけ抑えますね。はい、よろしくお願いいたします。はい、できました。はい、ではレッスンしよう。はい、そ
そうですね、今日はあの三好さんに合わせた柔らかい眉っていうのを提案させていただこうかなと思うんですけれども、先ほどあのダイヤモンド比率っていうのをあの少し、はい、あの口頭でお伝えしたんですけれども、そのジルであの店頭で一人一人のお客様の骨格に合わせたあのメイク提案っていうのをさせていただいてて、うんうん、もしかしたらちょっとコメントで見づらいかもしれないんですけど、はい、これです。ダイヤモンドのダイヤモンド比率というのが、はい、ダイヤモンド比率で、ね、ダイヤモンドの形になっていると思うんですけれども、うん、皆さんもあの鏡がある方とかを見ていただきたいんですけれども、うんうん、まずですね、眉山の地点、目のこの黒目の外側と目尻のちょうど間ぐらいですね、ここ目尻の合間、ね、ここ間をスーッと上に持ってきたときに、ここがあの眉山の地点になります。ここが A の時点で、はい、ダイヤモンド比率の3つのうちの1つなんですけれども、で続いてが耳の横ですね、見ていただくときのこう耳がなってるここの上の付け根の、あ、そうです、ここになるんですけれども、ここと先ほど の、はい、あの眉山の地点をこういうふうに結ぶことで、眉山から眉尻に向けての自然な角度っていうのを見出すことができます。ここがまず A 地点ですので、はい、A 地点からここですね、こうですね、そうです、そうです、ここは B、はい、A と B を結んでいる状態です。はい、そうです。本当に人によってこの骨格って違うので、まずは、うん、あの自分自身の骨格を知っていただこうかなと思います。そして3つ目のポイントが、この唇の下のくぼんでいるところが皆さんあると思うんですけれども、はい、ここ音外進行ですね、ここと、うん、この2番目の耳の付け根をこう結んであげると、はい、そうです。アイブロウにはあの関係直接はないんですけれども、はい、例えばあのここを合わせると頬骨の下を沿うことになるので、チークの角度だったりとか、ハイライトの時はこのラインよりも内側にするっていうような指標になりますので、ぜひ皆さんもメイクであの活用していただけたらなっていうふうに思います。内側に塗った方がいいんですね。そうですね、内側に乗せていただいた方がいいかなと、うん、今日はその A と B のこの角度ですねをしっかりと、はい、B、 あ、そうです、この角度です、はい、耳の横までこう意識するので横顔まで美しく見えるっていうのが、はい、ポイントになります。確かに私いつももう一つ悩みがありました、あのなんか横から見た時にいまいちなんです。確かに結構ね、あの眉毛描くときってもう鏡で正面だけで、ね、あの描く方って多いので、うん、これダイヤモンド比率に当てはめると横もね意識しながらちょっと傾けて描くようになるかなと思いますので、はい、確かにどこから見ても美しい眉に仕上がるかなと思います。おー、いいですね、ダイヤモンド比率、はい、ぜひ活用していただけたらなと思います。すごいですね、久米さんこれを生み出した方なんですね。めっちゃすごいですね。ありがとうございます。いろんな人の顔をずっと見て何人もの顔を見ながら、なんですね、はい、させていただいたんですけれども、じゃあダイヤモンド比率に沿ってはいレッスンをするといいということですね。はい、本日ですねパーツ、うん、あの本来だったらお客様の眉の形とか骨格とか、はい、その濃さとかによってツールを変えたりするんですけれども、今日はあのアイブロウのこのパウダーですね、パウダーとあとは、はい、マスカラですね、はい、であの可愛らしい柔らかい眉を仕上げていこうかなというふうに思います。はい、はい、使っていただくのがあの可愛らしいあの柔らかい雰囲気なので、はい、あのピンクのお色でご提案させていただこうかなと思います。そうです、02番のピンクのお色になります。こちらもあのお客様のお好みだったりとか、あとパーソナルカラーとかメイクに合わせていろいろ組み合わせて店頭ではあの提案させていただいております。はい、ではこの02を、はいはい、はい、やります、はい、で早速なんですけれども、こちらですねアイブロウ、まずはあの描く際に必ずあの、はい、溶かしていただきたいんですよね、眉毛を。で溶かす何もつけないで、
あ、そうです。何もつけない状態で溶かすことによって色ムラとかが分かってどこを足せばいいかっていうのが見えやすくなりますので、はい、先ほど あのご紹介していただいてたアイブロウブラシをこちらですね。付属よりこっちの方がいいですか？はい、そうですね。こっちの方が、はい、あの毛量がこうギュッと凝縮されていて、はい、毛をこうしっかり溶かすことができますので、はい、で三好さんの場合はあの溶かす際にこの眉の山、眉頭と眉山の高低差を少し下げたいんですよね。下げると柔らかい印象になるので、はい、溶かすときに最初は眉頭はこう下から上に生えてると思うんですけれども、そこからちょっと斜め45度ですね、をイメージしながら、下げる、はい、ちょっとこう下げます。はい、下げることで、あの少しだけ毛並みがこう下にウエイトが下がるので、結構短いアーチに描きやすくなるかなと思います。立たせながら、ブラシの先を使って、こう使うってことですね。あ、そうです。溶かしていきます。はい、上に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 。下に、はい、下に下に下に、はい、そうです、バッチリです、はい、うん、溶かしていただきました。でその次ですね、こちらあの早速あのニュアンスブラパレットを使っていくんですけれども、はい、グラデーションですね、すいません見づらいとは思うんですけれども、眉頭が淡く、そして、うん、真ん中、眉中が濃く、そして眉尻に向けて淡くっていう風なグラデーション、印アートさせていただいてるんですけども、はい、なんでかっていうと、あの、はい、そのすっぴんの眉で見ていただくと、眉頭って柔らかく毛が生えて淡くなっていて、で眉山に向けてが一番毛がこう密集してるんですよね、うんうんうん、濃くなって最後はすっとこう抜けるようにあのなくなっているので、うんうん、アイブロウを描くときもそのすまゆのグラデーションっていうのを意識しながら描いていただければなというふうに思います。で眉のこの山の先ほどのダイヤモンド比率 の、はい、あのここの地点ですね、ここからあの色を乗せていただきたいと思うんですけれども、あ、 A 地点から行くんですね。 A 地点から行きます、はい、ここから乗せるとここが濃くなっちゃうので一番やりがちです、うっかりここからねついつい描いちゃう方多いんですけど、うん、ここを一番濃くしたいので一番最初につけてからぼかしていくっていう風なイメージです。はい、はい、どの色を取ればいいんでしょう。3色ありますか。ですね、こちらの三好さんは柔らかくしたいのでこの B のニュアンスカラーをメインで取っていただいて、はい、うんうん、ちょっと C は本当にちょっとくらいで大丈夫なので茶色ちょっと、はい、でもなんかこのピンクとかって最後にピンクにするのに使うのかと思ってました、はい、メインで使っていいんですね。あ、そうなんですよ、メインで使うことで内側からニュアンスカラーがこうふわっとにじみ出るようなあの雰囲気に仕上がりますので、しっかりこうブラシで混ぜていただいて、ピンクメイン茶をちょび、あ、そうです、はい、でちょっとあの手の甲やティッシュでなじませていただけたらなっていうふうに思うんですけれども、はい、いきなり言っちゃダメだということですね。あ、そうですねこんなピンク味ですね、ほぼ。あ、そうです。もうピンク味で血色感が出るカラーになるんですけれども、うん、はい、はい、で三好さんの場合はこの眉 の、うん、あの眉山と眉頭の高低差をあの、はい、なくしたいので、はい、本当だったらその眉頭、眉山の位置からパンと乗せてもいいんですけど、ちょっと下目をイメージしながら色味を乗せてください。ここ、そうです、あんまりこう上には色味を乗せずにここからその耳の付け根にこうぶつかるようなイメージでちょっとずつ影を入れていきます。ちょっと塗ってもいいですかね。はい、まずはそれであのピンクのカラーをメインにして、ちょっとこれから自分がどんな眉になるかっていうのを下書きするようなイメージで描いていくと失敗しづらいかなと思います。いきなり全部仕上げていこうと思っちゃいがちだからだ。こんな感じぐらいですか。あ、そうです、そうです、下書きで、はい、ここから色をのせて、そして内側にも持ってくるんですけれども、うん、この眉の眉頭のこの下のところにはもう色はほぼほぼ今日はのせません、はい、上あたりまでですねのせて、はい、ここはもうマスカラだけにするので、マスカラの色味のみにしてしまうので、はい、ここからちょっと平行になるようにして、このままでいいんですか。はい、このままスライドして
下じゃなくて全部。はい、そうですね。この下からスタートして内側に内側に取っていきます。あんまり上の方に抜く。はい、抜きます。あんまり色味をのせないようにして、なんかピンクだけど全然肌に馴染みますよね。見たら分かりやすいか。はい、こういう感じですか。合ってます。あ、そうです。で、毛がしっかり生えている方は地肌にブラシが当たるようにちょっとこう逆立てながら乗せてあげたりするとすごくこう乗せやすいかな。地肌につけるイメージ。あ、そうです。地肌に直接色味を乗せるようなイメージにします。どうでしょう。この、はい、今下書きができてきてるかなと思うので、この下の部分ですね、ここをもうちょっと色味を足してあげたいなと思うので、はい、次はこのここのカラー C のダークカラーだけをちょっと取っていただいて、はい、で、しっかり色味のせたいときは、あ、そうです、そちらを取っていただいて、はい、しっかり色味をのせていただきたいときはスライドするんじゃなくてちょっと置くようにのせます。あ、なるほど。はい、で、この下のところをここですね、うん、ここをまだまだちょっと足したいので、足したい、はい、眉尻に向かっていいですか。はい、置くような感じで。そこ置くんだ。はい、またやっちゃった。はい、そう、クチュクチュクチュっとこう、チュ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 っとこう微動で、あ、そうです、そうです、こういう感じですか。はい、そうです。ああ、はい、はい、そういう感じで徐々にこう色味を足して太さを出していくんですけれども、うん、もし細かいところとかで色味が乗りにくいな、難しいなっていうのであれば、この付属の方の細い方とかを全然使っていただいていいかなと思うので。あ、そうです。この BC のカラーを混ぜていただいて、あ、そうです、ちょん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 とちょっとずつ色味を、そうか、はい、足していく。ここはでもこの一番濃いブラウンだけでいいんですか。ピンクも、そうですね、ピンクもちょっと混ぜた方がいいかなと思うんですけれども、もともとの毛がしっかりされてる方とかだったらピンクだけだとなかなか色味がこう馴染まなかったりするので、うん、毛の色素とかに合わせて、あ、そうですね、下の方をポイントで馴染ませていきます。ね、でその時にここの下のラインなんですけれども、眼球のこの丸みっていうのがあるので、必ずこうまっすぐならないようにちょっとなだらかにこう丸みを持たせるようなイメージで色をのせると、なおかつ柔らかい印象に仕上がるので、こういうイメージですね。眼球に沿うようなイメージでした。はい、眼球に沿うようなイメージでちょっとずつちょっとずつダークカラーを足していただければなと思います。どうでしょう。そうですね、まだ今だいぶ平行に近い感じになったんです。確かになってます。はい、色味とかもうちょっとその下のところ発色をさせていただきたいんですけれども、難しければ、はい、ペンシルもあるので、この下にもうちょっと茶があっていいって感じですか。あ、そうですね、わかりました。結構イメージは下げていただくといいかなと思います。上のところの眉山書いてないんですけれども、そんなに多分不自然な感じにならないかなと。どうでしょう。そうですね、だいぶ左右差引いていただいたら分かるかなと思うんですけども、今ここ埋めました。はい、いや、いつもザザザって下埋めてました。一気に下を足しながらザザみたいにしてました。まっすぐ言ってた。そうですね、私もザザッとしてました。しかもまっすぐ、うん、この A と B の、 このライトカラーとミディアムカラーをこううまく混ぜていただいて、でさっきここからここまでしかこうぼかしてなかったと思うので、はい、この眉中から眉頭ですね、眉中のこの真ん中のところから、そうです、眉中から、はい、眉頭に向かう、はい、でその時に下になりすぎないようにちょっとこう持ち上げながら描いてあげると、下がってしまうと高低差が出てきやすくなるので、そうです、そうです、はい、はい、おー、はい、
良きです。はい、良きですか。ありがとうございます。で、眉山から眉尻にかけては、もう少しだけ気持ち長い目にしていただきたいなと思うので、はい、ちょっとこの細い方を使っていただきましょうか。細い方、付属の方。はい、はい、付属の方のチップを使っていただいて、はい、この B と C、はい、ミディアムカラーとダークカラーを、はい、混ぜていただいて、はい、で、この、眉山から耳に向けてですね、ちょっと長めにした方が、三好さん今日髪の毛アップにしてると思うんですけども、はい、ここの余白が短い方が顔がこうちっちゃく見えたりするんですよね。確かに。くっきりして見えたりするので、ちょっとこうアップにしてる時とかは長めに描いてあげたりしてもいいんじゃないかなと思います。はい、行っていいですか？はい。で、向かうときに耳のその付け根ですね、上の付け根のところをちょっとイメージしながら、これも奥系でいいんですか？ここ。はい、そうですね。沖縄。やりすぎ？あ、全然大丈夫です。この後の、マスカラで色味が、結構入るので。ブラシもジルですよ。今使ってる、これは付属のブラシで、こう、こうやって収納できる人です。さっき眉頭に使ったのは別売りの可愛いアイブロウブラシです。ね。そっか、全然今上塗ってないんですけど合ってますか？はい、全然上に塗らなくてももともと毛のグラデーションがあるので、いい、はい、大丈夫。だからきつい印象だったんですね。確かにそうだ。そうですね。そこちょっと三好さん右素敵で、そうですか、やっぱこっちですよね。ありがとうございます。あとはもうこの B と C のカラーを混ぜながら、はい、山カラーとダークカラーを混ぜながら、あとは自分のその好みで眉毛の濃さを変えていく。今ちょっと柔らかい感じかなと思うので、もうちょっとこうしっかりした、はい、色味が好きだっていうのであれば、はい、そのダークカラーっていうのをしっかりめに含んでいただいて、うん、そうですね、ちょっと調節しながら、はい、そのベースの眉の色を描き足していきます。そうですね。足して良い。はい、足していただいて大丈夫です。で、その時もあんまり上には行き過ぎないように。ついついね、癖でこう上に描いちゃったりしやすいかなと思うんですけれども、なんて言うんですかね、その眉のこの形の中を埋めちゃうんですよね、うっかり。あ、そうです、そうです。こう上がってる、わかりにくいかもしれないですけど、上がってるところのこの真ん中のところを埋めると平行に近くなるので、結構眉山がこう上がってる方は埋めてあげると、それだけでも印象がこうぐっと変わります。結構できてきたと思います。どうですか？はい。はい。あ、いい感じです。で、もうちょっと毛感が欲しい方とかは、ペンシルでさらに毛を描き足すような感じで、イメージして、ここ、プラスしていただいてもいいんですけれども、うん、ではですね、マスカラ。はい。マスカラいきます。はい。ムースブローマスカラの8番ですね。はい、8番はピンク、はい。ピンクです。で、今ちょっとここが浮いてるかなって思われる方もいらっしゃると思うんですよね。ピンク感がもともと思ってました。ちょっといいのかなって。マスカラで足すことによって一気にすごく馴染むので、はい、これぐらい発色がいいです。ジェルのマスカラ、はい、で使っていただくときなんですけれども、斜め45度っていうのを、これですね。で、そのまま一回ぐっと逆立てて、眉のまずは裏側の毛を染めます。そのまま、いいですか、言って、はい、ザザザザザザザ、そうです、斜め45度、裏側の毛をいきました。はい、こんな感じですか。はい、はい、で、三好さんの場合ここのね、内側もちょっとこう染まるようにしっかりと、これも裏側を行くってことですか。はい、そうですね、ちょっと裏側、先っちょとかをね、細かいところは使っていただいて、あ、そうです、そうです、はい、はい、あ、染まってきました。はい、そうすると染まってくると思うので、そのまま最初のブラシの溶かし方、はい、いらっしゃいますか。こういって斜め下だったと思うんですけども、もう一度上がらないように、はい、色味を乗せつつちょっと下げてスタイリングしていきます。はい、眉毛最初に教わった、はい、眉頭は上にして、あ、これ付け直さなくていいんですか、このまま。あ、大丈夫ですよ、そのままで、はい、上に上げ
で、ここからは、ここからがちょっとこうスムーズにこう下げ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 すると、眉マスカラって色味をのせるだけじゃなくて、毛流れをスタイリングするっていう効果もあるので、どうですか？そうすると、ここのリップ感が、なんか逆にスッと抜けたような感じで、綺麗に、終わるようになるんですよね。さっきなんかちょっとピンク浮いてるけど、まあ、インドかなぐらいに思ってたのが、もうすごい今馴染みました。はい。はい、これって、色味もちょっとはっきりしたい場合は、パウダーとか足していただいてもいいんですけれども、結構こう明るくなると、マスクメイクとかでも、すごい印象が、垢抜けて明るく見えますので、ぜひぜひおすすめです。すごい勉強になりました。はい。全然違うってみんな言ってくださって、そうですね。全然違いますよね。ちょっとなんかほら、すごい馴染みこれ。こっち側はちょっと、キリッみたいな。こっちはこっちで綺麗なんですけどね、華やかなイメージで。全然違う、ね、はい。全然違いますね。今度から毎日2パターンで、はい。楽しんでいただけたらと思います。すごい、ありがとうございました。はい、みんなもすごい違い分かってね、もらいましたね。めっちゃ違いますね。ちょっと、こっちの方が経験が大半なので、日より、チルさんに、久米さんに教わった眉毛で生活していきたいと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。でも本当にさっき前半戦ね、一部で永井さんがおっしゃってたように、いろんな色を楽しむっていうのもいいなっていうのは思ったので、はい、またちょっと私も違う色も入手して、パープルバージョンとか、いろいろチャレンジしてみたいなと思います。はい。はい、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ね、はい。はい。さあ、ということで、だいぶ長々やってしまいました。すいません。久米さん何色か聞きたい。そう、私も聞きたいです。久米さん何色ですか？私は今日はパウダーが、ピンクの2番のカラーを。今、一緒のやつ、私と。あ、そうです。させていただいてるんですけれども、はい、マスカラを、パープルの10番ですね。にすることで、よりパープル感がこう明るく目立つので、ちょっと今日はカメラ映えするかなっていうので、すっごいおしゃれですね。はい、ありがとうございます。ピンクパ、久米さんはピンクの02番のピンクかけるパープルだから10番のアイブロウマスカラっていうピンクパープル眉毛でいらっしゃいます。はい、はい、ピンクパープルで。はい、で私がピンクピンクになってます。ピンクピンク。はい、ちょっと違いますよね、やっぱりニュアンスが。違いますね。ベースのパウダー一緒なのに。はい。で、こっち私は、まあ、書き方は自分仕様でさておいて、01番です。01番が悪いわけじゃないです。書き方が悪いんです。みんな、久米さんに絶賛会いたくなってしまっているかと思いますけど、ありがとうございます。全国呼んでください。行きます。全国で呼んでください。久米さんが倒れないくらいにみんな呼んであげてください。ぜひ、本当に、このね、パレットもすごく優秀でしたし、マスカラも本当に、どの色も楽しそうで素敵な色になりそうなので、みんなぜひ、いろいろ試して遊んでいきましょう。眉毛は楽しむ。はい、悩みというのをね、はい、楽しむ。でも、悩みが解決したいなという人は、さっき久米さんが教えてくれたというか、そもそも考案されたという、この、ダイヤモンド比率、ここ、H 点、B 地点っていうのを、みんなやってみてください。でした。ありがとうございます。ありがとうございました。はい、本当に私、嬉しいです。ありがとうございます。私じゃなくても、全国店頭に、足運んでくだされば、そのお客様に合わせた、パーソナルなアイブロウのレッスンメイクっていうのをさせていただいておりますので、今、ご覧いただいて、眉ちょっと気になるなっていう方は、ぜひ、ジルスチャートの店頭に足を運んでいただけたらなっていうふうに思います。そうですね。久米さんはお一人なので、もし久米さんに出会えなくても、久米さんの、作ったダイヤモンド比率の眉毛レッスンはございますので、見てみてください。はい、みんな、お問い合わせいただければなと思います。はい、あ、うちのコメントアカウントから来てますね。うん、ぜひぜひ、チェックしてみてください。ということで、なんともう8時になってしまうじゃないか。ちっともタイムキープできませんでした。すいません。すいませんでした。なんですけれども、最後、終わりの時間が近づいてまいりました。一番最後は何かな？もちろん、プレゼントの発表でーす。ということで、プレゼントなんでしょうね。今日のプレゼントを発表します。まずはこちら、
先ほど私が使いましたジルスチュアートニュアンスブローパレット02のピンク、私も久米さんも使ってるやつです。そしてもう一個あります、ジルスチュアートムースブローマスカラ08番、これは私が使ったピンクのやつですかね。これをなんとセットにしまして3名様にプレゼントしまーす。私が使ったセットってことですよね、久米さん。あ、そうです、ね、あのすごく人気いただいてる、はい、カラーになっております。人気のピンクカラーです。はい、ということでこちらプレゼントはジルスチュアートニュアンスブローパレット02番、そしてジルスチュアートムースブローマスカラの08番ピンクセットです。こちらをセットにして3名様にプレゼントいたします。応募方法のご案内です。このインスタライブ終了後にぼーちゅの公式インスタグラムにプレゼント用の投稿をさせていただきます。その投稿のコメント欄に今晩のインスタライブの感想とか今後ぼーちゅでやってほしいインスタライブのテーマとか、そんなようなことを書き込んでください。素敵なコメントをくださった方の中から抽選で3名様にこちらをセットにしてプレゼントさせていただきます。詳しい応募方法は、投稿をご確認ください。ということでピンク欲しいよね、みんな欲しいですよね。ぜひぜひカラーメイクで一番トライしやすいカラーかなというふうに思いますのでね、ぜひ永井さんもおっしゃってた大丈夫できるあの言葉を胸にみんなでね、眉毛も悩むだけじゃない楽しんでいくということをぜひこのジルのアイブロウアイテムたちたくさんね他にもありますから、見つけていただけたいなとたらいいなと思っています。そして、今回ね久米さんが、やってくださいました。私は特別に受けさせてもらって本当にハッピーですけれども、このアイブロウレッスン実際に皆様もご体験いただくことができます。事前予約が必要になりますので興味がある方は今回のインスタライブの告知記事に、その詳細が記載されているそうなのでぜひ見てみてください。で、この記事のね、あ、そうだ、URL、その詳細が載ってる記事 URL も、この後 IGTV の概要欄に貼っておきますので、すぐ飛べるようにしておきます。はい。で、ちなみに、8月1日までの予約となります。どうぞお早めに。8月1日までですって、みんな、すぐに予約してください。駆け込んでください。駆け込んでください。お願いします。はい。さあ、ということで、皆様、大勢の方に最後までお付き合いいただきまして、本当にありがとうございました。楽しかったですね。勉強になりましたね。もうこの、私のこっちの半分か隠して終わりたいぐらい、もう全然違う前に仕上がりましたけれども、みんなもぜひ楽しんでもらえればなと思います。そして今日は、ジルスチュアートの久米さん、お越しいただきまして、本当にありがとうございました。ありがとうございました。また、久米先生に教えてもらえる日が、来ることを祈っております本当にありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ご覧いただいております皆様も最後までありがとうございました。今日はこちらで終わりになりますけれども、ぼーちゅのインスタライブこれからもまた続々とやっていきますので、楽しみにしていてくださいね。はい、ということでありがとうございました。皆様さようなら、おやすみなさい。バイバイ。